そんなことない。イクヤは十分強くなったよ。イクヤならイクヤのなりたい自分になれる。星なんかに願わなくても夢は叶うんだ。人魚姫はその声と引き換えに痛みを伴う人間の足を手に入れた。僕は強くなるために心を捨てた。捨てたはずだった。だけど僕は人間にはなれなかった。違う、イクヤは人魚姫なんかじゃない。僕は春みたいに強くはなれない。七瀬のことなんかもういいだろ。あいつのことで苦しんでるイクヤをこれ以上見たくない。僕のことは僕が考える。イクヤは世界を目指せる。イクヤならきっとできる。新しいイクヤになれるんだ。それがイクヤにとって幸せ。何も分かってないくせに勝手なこと言うなよ。今のイクヤは変だよ。七瀬に会ってからずっとあいつのことなんか忘れるべきだ。イクヤ